49-48、赤一茂、ジャッジの和田、50-48、赤一茂、ニューチャンピオン、一茂リーク。キックボクサー流れて、ありがとうございました。空手から始まって、で中学生になる時にキックボクシングにシフトチェンジして、僕本当にプロになるつもりなかったよ。本当にほんまに運いいやろうなと思って、やっぱ強さで一茂陸っていう名前を打っていきたいっていう。20分までします。ボクシング、格闘技自体は5歳からこの及川道場ずっと所属でやってますね、はい。空手から始まって、で中学生になる時にキックボクシングにシフトチェンジして、で今に至るみたいな感じなんで。小学校の時がほんまに僕全然勝てなかった試合で、もうほんま1回戦勝ったらもうようやったって褒められるぐらいで、黒帯を取るのはとりあえず目標でやってて、黒帯取ったらもうやめよう思ってたんですよ。けどその6年生の時にベルタール大会をちょっと頑張ってみようっていうので、先生と一緒に頑張って、でそれでベルト取れて、その時になんか自分もやったらこういう結果として残せんねやっていうのがすごい大きな分岐点になって、そこからなんかもっと強くなりたいとか、もっとバンバン試合でもう勝てていけるようになったんで、逆にそれがなかったら僕多分やめてたと思うんですよ、はい。なんか大体みんなプロになるとかって決めてるんですけど、僕本当に高校生、高1ぐらいまでほんまプロになるつもりなかったよ、本当に。ちょうどお前中学生、高校生ぐらいになったら、まあ、K1 とか盛り上がったり、まあ、ライズとか盛り上がってきたりして、それで、まあ、自分の先輩とかが、そういうプロの舞台出てたんで、それで見る機会が増えていったって感じなんで。ライズエボルブでデビューさせてもらって、もうなかなか選手も多かったんで、ライズチャンスがこう回ってこうへんかった時に、こう代役とかで僕2回ぐらい出たんですよ。1回目がなんか英和の龍也選手、チャンピオンだった人 でその人と2週間前に代役で出て、で結果的にドローやったんですけど、そこで評価上げてもらって、で次2階級上の有井翔君の代役で、そこも1週間前ぐらいに決まって。バンタム級なんですが、一茂陸は本来フライ級で戦っております。コーナーに詰める、ハイキック、ナイスハイキック、素晴らしい。あっと一茂ダウンを奪った。コーナーに詰める、ダウン、2度目のダウン、当たりますよね一茂選手。はい、ハイキック、そこで KO 勝ちして、一気になんか自分の評価も名前も売れたんで、まあ、いつでもこう試合できるように穴あったらそこにもう全部食いついていくみたいな感じでやってたのが、今となってはめっちゃいいように生きたなって思うんですよ。え、何すかこれ。まあ、ありがたいことにトーナメントとかチャンスもらって、おで、タイトルマッチ、田丸選手とやって、その時もどっちかっていうと、もう倒そう倒そうしすぎて、自分の欲に負けてしまったかなと。赤田丸、ジャッジ豊永、49-48。まあ、今となれば、すごいめちゃめちゃ、それがあるから、多分ベルト負けてんやろうなと思うんですけど。
強い選手やってるなとは思うんで、まあ、けど、まあ、格闘家としてやっぱ強さを求めていくのにあたって強いやつやらないとやっぱ意味がないと思うんで、まあ、ショックやったんですけど、まあ、落ち込んでても周りにみんな迷惑かけるだけやし、そこはなんかもう早く自分が切り替えなあかんなと思って。次男が野球やってるんですけど、うん、人より上に行きたいんやったら人より努力しな上に行けるわけないやろってこの子が言ってる言葉に弟は、うん、何も言い返せず努力は人一倍はやっぱしてますね。人が遊んでる時にまあまあ自分はまあ遊ばんと。そうですね、格闘技に対しては。はい、僕がどっちかっていうとこう駆け上がりでどんどん上がってきた時に田村選手はいろんな経験をして、でそこで負けて、いろんな経験も僕もしたからこそその勢いとかでカバーしきれない部分とかも分かったし、自分がやられて嫌やったことをもうやったみたいな感じですね。今日は放送の解説田丸徳選手です。49-48赤鹿児島、ザ・島田50-48赤鹿児島、以上の3-2の判定をもちまして、ニューチャンピオン鹿児島リーク。まだ51キロフライ級強いやついっぱいおるんで、僕が一人ずつ倒していってリベンジするのでお願いします。キックボクサーは長来世ありがとうございました。今一度盛大な拍手をお願いします。今21です。なんか僕の階級なんかもう20代はなんかもうちょっとベテランの域入ってるみたいなんですけど、もう15、16になってみんなもうデビューしてるんで、今の子気抜いてたらすぐバン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 下から抜かされるんで、まあ、それもめちゃめちゃいいプレッシャーになってて、軽量級は特に日本人がほんまに世界トップやと思うんで、その争うもみんな日本人やから、ほんまになんか気抜かれへんなと思うんです。はい、ジャッジ・フードマン29-28うわ2-1の判定を待ちまして、まあ、しっかり鹿島選手を、まあ、ぶっ倒せるように僕もめっちゃ強くなって帰ってくるんで、ありがとうございました。その次の試合はほんまに落とせないし、ベルト守るっていうよりほんまにもう一回取りに行くっていう気持ちでほんまに全部奪ったろうかなと思ってるんで、そこで勝てばほんまに胸張って今のライズのフライ級1位は俺やって言えると思うんで。僕の昔前バレの考えってやっぱ強いやつは黙ってて試合で証明したらええやろと思ってたんですけど、正直やっぱ下のやつらの方がいろいろ SNS 上げて注目を浴びてるのは事実なんで、それやったらなんか相手を侮辱するとかすごい嫌いなんで、だからほんまに思ってること、周りがなんか感じてるやろなって思うことをこのチャンピオンっていう立場で発していったら、それは別に悪いことじゃないかなと思うし、僕も言ったからには負けられへんっていうプレッシャーもあるんで、那須川天心の弟としてだけじゃなくて、
自分の那須川龍神としてのしっかりとした存在価値を11月のリングで、証明しようと思ってます。那須川龍神選手は、まあ、いろんなメディアとか出て、まあ、勢いあって注目あって、でライズもすごい待遇してると思うんで、そんな奴らには負けたくないし、な今回は那須川龍神選手とだけの対決じゃないと思ってて、僕はライズとの勝負でもあると思うし、ライズはガチって言ってる割にはなんか数字ばっかり気にしてるんちゃうかなって、次のタイトルマッチにかける執念を皆さん見ててください。全部奪ったろうかなと思ってます。その那須川龍神ってまだカルシマに勝たれへんって言ってるほど僕は甘くないと思うし、今の実力的にそこはほんま認めてる部分もあるし、けど、まあ、格闘家である以上そういういろんな注目の浴び方はあると思うんですけど、やっぱなんか周りにチヤホヤされて格闘技もメディアもやってるやつには負けたくないなっていう、昔ほんま格闘技習った時に強くなりたいっていうのが一番にあって、それが今もずっとチャンピオンになってもどんどん強いやつやりたいとか、やっぱ強さで一嶋陸っていう名前を打っていきたいっていうのがあるんで、負けたら僕全部なくなると思ってるんで。